木下俊房坊は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけて、武将、大名、備中国足森藩二代藩主。関東は、十五位したくない女優。署名は勝吉。意味名は、これとしとする資料もある。天正元年に、杉原忠尻の孫、木下家貞の次男として、若狭国で生まれた。利母は、豊臣秀吉の正室高台院の老いでもある。 遠属であり、木下生を称するが、秀吉と地のつながりはない。家人記長唱氏として知られる勝都氏は、イボ兄であり、雲テラらしンを生みの母とする同母帝は、信都氏、小早川秀明は確実であるが、他の弟は、イボ帝とする系図がある。豊臣秀吉に仕えて文、文禄慶長の役では、非前名古屋城に駐屯。文禄三年、勝都氏に、 小浜城六万二千国が与えられた時に、李母にも隣接する高浜城二万国が与えられ、慶長元年にはそれが三万国に数をされた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは西軍に属し、大正寺城攻略戦に遠平を出した責任を問われて死刑に処せられるべきところを高大院のゆかりにより海域で許され、所を没収された。勝都は東軍に属したが、 伏見城の戦いで卑怯な振る舞いをしたことから除、封され、兄弟は父、家定を頼って、微中足森に落ち延びた。ところが、慶長13年に、父が死去すると、医療に万五千国をめぐって、兄弟で争い、翌年9月に分割相続するように幕府から、指示されたが、これを守らなかったため、徳川家康の裁定によって医療はすべて、没収とされた。 大阪の役では、徳川方に組みして、冬の陣に参加した。不調予録によると、夏の陣では、自ら豊臣秀頼との交渉に出向こうとした高大院を制止するため、江戸幕府によって、護衛の名目で、監視役につけられた、ということが記されている。こうした実績から、元下元年、備中の火曜軍、常望軍の二軍で二万五千国の治療を配慮し、 足森藩主として復活した。なお、リボの法号の炎徳院は、そのまま、高台寺の達中の名前に使われている。寛永14年6月21日にボッス。去年65、法名は、半呼吸かもめ。ありがとうございます。